かっこかわいい宣言は地獄の三沢による日本の漫画作品。漫画雑誌ジャンプスクエアにて2010年2月号から2014年4月号まで連載された1話完結型のギャグ漫画である。この漫画にはかっこいい男子やかわいい女子しか登場させないことをここに宣言します。と宣言し、当時編集長のしょうがないなの,の一言でカラーなしでの連載開始と なったが、コミックス一巻の発行部数は25万部を突破している。本編中に登場するキャラクターたちの特徴として、かっこかわいいと銘打っているものの、世間一般でいう美男美女が登場するわけではなく、全員が顔のパーツが中央に寄っているという大きな特徴がある。現在では、ジャンプスクエア内では、珍しい一編三部作での形態を撮っている漫画、 わかりやすく、一章ごとに分けて、読めるよう本誌の中でも3箇所に分けて、掲載されている。また、ジャンプスクエアでの掲載時は、すべてのページのもとに、人のためのフランス語講座というミニコーナーが、存在している。単行本にもそのまま収録されているが、連載が進むにつれあまり掲載されなくなった。3分程度の短編アニメとして、2回アニメ化されている。主要スタッフ、 共通する登場人物のキャストは同じで、タイトルも同じ、かっこかわいい宣言。である。また、DVD も発売されている。なお、ニコニコ動画でのシリーズ再生回数は1000万回を超え、国内アニメでは1位となっている。2010年11月5日から12月3日までの毎週土曜日、全豪話が放送、配信された。テレビ、 東京系列で18時18時30分に放送された先読みジャンバン内で放送され18時30分にニコニコチャンネル内ジャンプ SQ チャンネルで配信開始された1話3分ただしテレビ東京では11月26日の第4話で放送終了し最終回の第5話はニコニコ動画限定で公開されたなお第5話の最後には 次回もお楽しみにというナレーションがあったが、この回が第一期最後となった。2011年8月26日からニコニコチャンネルのかっこかわいい宣言で配信開始。配信は不定期とされているが、第5回まではほぼ各週金曜日に配信開始されている。2010年の前後話は第一期とされ、話数は再び第1話からカウントされている。 1> 第1期から2期にも出演する。第2期第1期第1話第3話の最後にあったコーナー。第1期の各話配信開始の同日5日後にアニメ本編と同じジャンプ SQ チャンネルで無料配信開始された地獄の三沢と担当編集人のトーク。前後回。今まで配信されたタイトルすべて未配信タイトル特典映像が収録されたアニメ DVD が4巻。 発売される。なお、こちょこちょ編は、アマゾン限定版が発売された。特典は、先輩、後輩仲良しマフラータオル。ありがとうございます。